その中でも最たる。けれど明人さん、明人にとっては今も大きな存在の一人、もののけの血。新たな自我が生まれてももののけの血が、もっと何か言うことが、言うべきことがあるはずなのに。ごめん、ありがとう。動けない。泣いていたから。あったのね。クレノさん、相馬のクレノさんって。人の気持ちばかり大切にするのは聞いていた。聞いてた。だからしゃあない。ただいま帰りましたです。あれ、マフラー、私のマフラーでしょうか。ありがとうございます。とっても楽しかったです。しぐれさん、はか、ただの詮索ですよね。それにだってももがね、この学校に通いたいって言ったんだって。話したらどう思われるのでしょう。どんな、俺の呪いはもう、十二支の呪いが解けている方がいたとしたら、顔を上げられない。泣いてしまいそう。今の今までいすずさんのことを失念していただなんて。浅井、いすずさんにはお話ししておくべきでしょうか。そういえば会いに行きましょう。ひどい。ずっと京くん、はい、どうぞ。不安そうにしてたから。はい、喜んで。ぐんと背が伸びてますます素敵になられたからですね。あ、それは素敵です。アイスケーキも買ってこっか。夕飯作る羽目になるやつが迷惑に感じないなら別にいいかなって。調子はどう、頑張ってる。夢に見るべきだったのはなんて思ったりもする今日この頃。しぐれさん、本田さん、もみじ見た。今日は、はい、お友達。まあ、師匠んちが賑やかになんのはいいんじゃねえの。ないだろ。本田さん。はい。それでは、ダメです。キョウ君。そのクレノ君も言ってた。何も言わない。猫つきは十二支の僕らのために用意された仲間外れの生き物。でもそれも、あの日あれほど誓ったのに。だから誓った。時だって一番に胸に思うのはお母さんであり続けようと。そんな顔して。どうにかしなきゃって思ったらどうにかすりゃいいんだよ多分。ごめんなさい。はい、お墓参りの帰り道だったので。同情でも哀れみでもなく、今日はそんなの気分です。京くんが一番大切だから。そういうことはちゃんと。トールの姿そのものだとしたら寂しがってた。あんま覚えてないって前に言ってたけど。そうですね。でもあの話し方が本当にとても似てるって。お母さん。じゃあ嬉しかったろうな。与えてくれたものも
ちゃんと確かに覚えているのに、簡単にお父さんを悪者扱いする私は。容赦なく自分を責めるその姿を。そんなこと分かってたよ、きっと。らしいよ。ちゃんと。どうした？